はい、ネイルドットコムです。セリアさんで発見させていただきました。100円で輝きが良かったらマジでいいじゃんと思って購入させていただきました。今回購入したのはパープル、ブルーのセット、イエロー、ホワイトのセットです。裏側を見てみると1から3までのいずれかが入っていますということで、何色あるかはよくわからないんですけれども4色購入してきましたので、今日はねこちらのオーロラパウダー、実際にやってみた感じとか粒子の細かさというのですね、見ていきたいと思います。ネイルチップ、こちらプリンセスカラーズさんで購入をすることができるツヤクリスタルというものになっています。今回は見やすいように黒を使わせていただきます。そしてこちらですね、ウィズノエルさんが出しているノンワイプウルウルトップジェル、こちらをまずワンコート塗っていきます。まずはこちらのガラスの靴、トップジェルを塗る前の段階だとこんな感じの仕上がりになります。シンデレラドレス、こんな感じです。トップを塗って仕上げてあげるとこんな感じになります。今私がお見せしたものはあくまで私が普段使用しているオーロラパウダーというものの粒子とあと色味ですね。私の視聴者さんだと思っている方が多くて、結構ねこの色味見本だよっていう感じで考えてもらえれば分かりやすいかなということで見本でご用意をさせていただきました。ここからがセリアのオーロラパウダー、まずはホワイトですね。え？苔？え？違う。あ、苔じゃない。中にね、この蓋があるので真似してひっくり返したりとかしないように皆さんご注意ください。やる人いないと思うけど、あ、でも内容量的にはかなり入ってますね。これね、あの裏側ちょっと底上げされてるんですけど、100円でこんだけ入ってればまあまあまあ全然ありなんじゃないっていうぐらいの量入ってます。めちゃくちゃかっこいい、なんかクールブラック、クールブルーブラックみたいな色になりました。しかも粒子の細かさ的にもいい感じなのではないでしょうか。いいんじゃない。次は一緒に入っていたイエロー、中の内蓋ついてるのも綺麗に収納しておきたい人にはいいかもしれないですね。結構こういう粒子の細かい粉系はいろんなところに飛び散ってて引き出しの中がえらいことになってる人は多いはずなので、私の中ではオーロラってこういうちょっとなんかいろんな色っぽく見えるのがオーロラだと思ったんですけど、セリアさんのやつは結構ねもう単色っぽく見える感じかなと思います。次はブルー、ブルーめっちゃかっこいい。最後はパープル、このオーロラパウダーよくわかんないので白でもやってみたいと思います。シンデレラドレス、ガラスの靴、ホワイト、あの表面にオーロラ感っていうよりかはなんかちょっとこうなんか真珠のなんかあの艶がないやつみたいな感じの感じです。こういうねツヤクリスタルさんであるようなこの、 あの場所によってこう色がちょっとなんか移動するというか、このホワ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 ンってするのがオーロラ感じゃないのかなっていうふうに思うので、ちょっとイメージしてるオーロラパウダーっていうものが
プリンセスカラーズさんのようなオーロラパウダーをイメージしちゃってるとちょっと違うのかなっていうような仕上がりになっています。ただこれはこれで仕上がった感じ的にパールのホワイトカラーってジェルとかだとすごい塗るの大変なので、そういうので考えると私はすごくあると一発で上品に決まりやすいカラーなのでいいんじゃないのかなというふうには思います。イエロー、やっぱりね白の方かなり見づらいと思うんですよね。これなんかそんなにホワイトと正直大差がないように私は見えます。ブルー、ブルーこんな感じ、やっぱり分かりにくいですね。ただこうちょっとこう入る線が見えると思うんですけど、こういう入る線が青く見えるっていう感じ。これ何にも塗ってない白なんですけど、比べると若干黄みわかりますかね。どうしてもこういうオーロラパウダーとかっていうパウダーをこすってしまうと真っ白っていうのを維持するのはなかなか難しいかなというふうに思います。どうしてもちょっと黄ばみが出てきてしまうので、その黄ばみの部分は少し考慮してあげた方がいいかなと思います。最後はパープル。パープルが一番綺麗だと思ったのに、この映像で何にも伝わらん。わかりますかね、こっちにあるようなこの紫の筋っていうのがこの白の上にねポワワワワワンってあるんですよ。これがねめちゃくちゃ可愛い。これが私的に綺麗だなって思ったのはブルーとパープルに関してはこの筋感っていうのがすごく綺麗だなと思いました。フレンチネイルをやる前にクリアの状態でナチュラルネイルに仕込んであげたりとかしてもちょっと他の人とは違ったネイルっていうのを楽しめると思いますし、逆に何かネイルをやった上に仕込んであげても外で見た時の日光の光の入り方でこの紫の筋がねパッて出てくるのめちゃくちゃ可愛いと思います。こんな感じになっています。というわけで皆さんいかがだったでしょうか。なんか私的には想像してたオーロラパウダーと違ったなというか、オーロラパウダーってこうなんか虹色っぽく見えたり見えなかったりみたいなのが可愛いっていう風に思ってたので、でもカラーパウダーっていうとネオン系のパウダー想像しちゃう人が多いし、まあそうやって考えたらオーロラパウダーなのかなっていうような感じがしました。入れ物にね量が書いてなかったのでちょっと量どんな感じなんだろうなとかって思ってたんですけれども、量はね本当にすごく申し分ないような量だなというふうに思いました。こちらのジャンコードですねスクショしていただいて購入できるかなというふうに思います。なんか私も今までと全く違う感じのオーロラパウダーだったので、今後ちょっとね使ってどんな感じなのかとかね、なんかこういう風に使ったらいいよとかっていうのみんなと一緒にねなんか情報なんかしていけるといいと思っておりますので、ぜひ皆さんからのそういった情報もお待ちしております。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイル.comでした。